さあ、こんにちは、マーティン。では、のみゃくんば、キングタクです。こャンネル現在9700回達成。1万回まであと300。というわけで、キングタクのオーライトニンポン今日はいつもより4時で早めにお送りしております。だって早かった北京オリンピック開催している中で、また中な,な,なので、はい。今回は、姫路うららさん、P リーグですが、これから P リーグありますが、はい。北京オリンピックまたな中、P リーグも盛り上がってますよ。はい。姫路うらさん、今日、試合出ます。P リーグ、1回戦。P リーグ卒業の試合ですね、記念にとってし。 姫路浦さんにとっては、確かに B リーグ創世記だったですね。はい。創世記に確かに活躍し、優勝回数松永さんとライバル対決でしたね。ライバル対決も幾度もあり、ライバルの中、友達でもあるそうです。はい。仲のいい日ですね。はい。歌丸と円楽さんみたいですね。はい。試合になればもうバッチバチムードですね。いやー、すごいです。姫路、松永ひよみさん、残念ながら、このシーズンは出ていませんが、まあ、姫路浦さんにとっては本当にチャンスかもしれません。 今年最後に p e リリングを卒業し、本当にもう涙が出ますね。はい。この3月ですね。もって、はい。まあ、最後の試合はぜひ勝っていただきたいですが、ただ、引退クラッシャーというのがあるので、そこは気をつけていただきたい。果たしてパワフルでかどうか楽しみではございますがね。はい。その前の PEG 外でも注目の話もあるので、それもご覧ください。はい。確かに、引退クラッシャーといえば、横浜の、横浜巨人で活躍した村田修一さんを思い出すでしょう。 確かに、笹岡さんの引退試合ではもうぶち壊してしまったんですね。はい。真剣勝負の末。確かにホームラン王とかか,かいて、はい、かかってはいたんですね。はい。そしてもう一つ、えぇ、ー、矢野秋代さんを出られなくしたわけですね。はい、逆転して。まあ、出られなくなったのは残念でございます。藤川球児投げた際には。あの、矢野秋代さん出て欲しかったね、と言いたいですが、もうショックで言葉ができないですね。はい。姫路浦原さん、本当は勝ってほしいです。 でも、ごめん、マカさんも応援したい。でも迷っちゃいます。皆さんはどっち、誰を応援するか、チャンネル登録とコメント改めてお願いします。姫路洋さん、最後の、最後、ファイトを、パワフルと出してください。バイバイ